WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。タネビです。はい、タネビのボーカル上田隆弘です。そしてギターの杉山克彦です。音楽性はどうですか？僕たちフォークデュオという形で、普段アコースティックギターを、2人で抱えて、あとはもうハーモニーを取りながら、歌を歌ってるんですけれども、曲に物語性があるのが多分一番大きなポイントかなと思ってます。その通りです。2011年に相方の上田くんがですね、新宿でストリートライブをしていて、その場所にたまたますごい歌声だなと思って、引きつけられて、それを立ち止まって聞いたのがきっかけなんですけど、そこからを出会いを機に僕の作曲の仕事のデモテープをずっと歌ってくれてて、で再会してあれよあれよのうちに、今度は上田くんが東京に出てきて、やってくんだということで、一緒にやらへんっていうふうに声をかけてくれたことが結成のきっかけです。その通りです。はい、タネビフェス、今回主催、単独主催というのは初めてだったんですけども、とにかく楽しい、フェスをやりたいということで、結構もう僕らが近しい、アーティストたちをこう、賛同していただいてですね、一緒に盛り上げたいなということで やりますが、こんなにも楽しむことだけに集中しているライブはあんまないですね。だからもうちょっとこれからなんですけども、もう最高の一日が待ってると思ってます。はい、僕たちがそこまで意識したわけでもないんですけど、本当にそれこそおじいちゃんおばあちゃんにものすごい刺さる曲、学習机って曲があったり、それからすごく若い女性にこうときめいてもらえるようなコンプレックスっていう曲があったり、それから僕たちの、ど真ん中のザ・フォークと言えるような、誇りという曲があったり、もう年齢問わず楽しんでもらえる曲は必ずある、そういうアルバムになっています。正直むっちゃやりきってる感はあるんですけども、ちょっと今年終わるまでは目いっぱいまだまだできることあると思うんで、少しでもたくさんの方に僕らの音楽届くようにしていきたいなと思ってます。はい、今年そのフェスできたらいいよねっていうのが今日実現して、来年、やりたいことっていうのは、多くの人に聴いてもらえる曲を作って、その聴いてもらえるところまで行くところです。今どうしても目の前の人に、ライブで届けるっていうことが一番メインの活動になっているので、それに加えていわゆるメディアを通して人に知ってもらえるような動きをできたらなと思っています。あとはバーベキューですね。ちょっとバーベキュー一度もできてないもんね。そうね。そう、今年もなんやかんやね、なんだかんだそういうのやってないやん。やってない、ずっと音楽やったから。ちょっとバーベキューは来年中や。じゃあちょっと用意する今から。今多分許可が下りない。今の瞬間にカットで言う。ちなみにお二人で他にやってみたいこととかありますか？でも来年ちょっと考えてるのが、種ロックって言って、もうロックな曲ばっかりをやるライブちょっとやってみたいな。普段僕らなんていうか、座りで落ち着いて音楽を聴いてもらうっていうスタイルを取ってるんですけど、その種ロックの時には全部オールスタンディングで、なんか本当に盛り上がることに特化したライブをやってみたいです。種火まだまだこれからなんですが、またちょっと全国で、活躍できるように頑張っていきますので、まずはライブ、特に今年の年末12月15日に、渋谷にあります桜ホールで、ワンマンライブ決まっておりますので、もしよろしければ、まずはそちらからお越しください。お願いします。はい、そういうことです。お願いします。それでは、何やった、以上種火でした。バイバイ。